外国にルーツを持つ人を日本の方々は外人と呼ぶ理由は江戸時代にありました。ちょっと覗いてみましょう。外国にルーツを持つ人を日本で外人と呼ばれることは当事者にとっては嬉しくないことが多いですので敏感なテーマです。この動画ではどちらの立場も理解しながらどちらの側を取らずより客観的に日本史を踏まえながらなぜ外国人は一括りにこのように呼ばれることになったのか、その根源を江戸時代にたどり、そしてそれが必ずしも否定的な意味を持たないこと、そしてお互いの理解を促すために異文化間の歴史能力が必要であることを明らかにしていきたいと思います。動画の概要欄にありますアンケートをご記入して本研究へのご協力いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。江戸時代には日本とは異なる文化から来た人を外国人という言葉で表すわけではありませんでした。代わりに異国という用語が使用され、日本は列島外の地域の民族を指すために用いられていました。例えば現在の北海道に相当する蝦夷地や現在の沖縄に相当する琉球は当時は日本の一部ではなく異国の範疇に含まれていました。このような文脈では異なる地域出身者は異国人とみなされていました。外国人の来訪はまれでしたが、時折日本を訪れることはありました。昔の物語や絵画を通じて外国人に対する当時の日本の人々の考え方をうかがい知ることはできます。新しい将軍を祝福する通信使来航などで、例えば、昔の朝鮮王国から多くの人が訪れたり、中国語が江戸で流行ったり、オランダ人まで江戸の絵本に描かれているように鎖国とは言い難い雰囲気でした。ところでこういった機会が少ないのもあり、日本人でないものは全て唐人というふうに呼ばれました。その具体的な意味は中国人または韓国人ですけれども、この地域の人々以外の異国の人々も全てこういうふうに呼ばれました。もちろん知識としてはオランダ人や琉球王国の人に関する知識が本などに記録されていましたが、一般人の間の区別は現在と同じでしょう。なので中国人や韓国人に対して悪気はもちろんありませんし、他国の人に対しても悪気はありませんでした。ところで異国には実在する国だけではなく実在しない国も含まれていました。その実在しない国の実態、そして唐人と外人はどのようにつながっていくか、ぜひ第2回をチャンネル登録で楽しみに待っていていただければと思います。よろしくお願いいたします。